ちょっと待って。これか。これちょっと久しぶりにやりたかったんですよ。青いブリンクっていうね、ゲーム。昔持ってたんですよ、これ。ちょっと久しぶりにやろうかなと思いまして。アクションゲームですけど。ここから先はグロスの仕掛けた罠がたくさんあるから気をつけていってくださいね。これから傷を受けてピンチになったら、ポーズをして1ボタンを押してくださいね。お父さんが見つかることを祈っています。くじけずに頑張ってくださいね。グロスってなんか敵の組織の名前かな。あ、これもいいな。グロスっていうことは多分あれですよね。敵の組織の名前みたいなことですよね。お父さん探すのが目的なんや。うわ、懐かしい。これ持ってたんですよね。後ろにいる仲間二人はね、オプションみたいなもんですよね。うん、オプションみたいな感じで、一応、言ってね、助けてくれるというか。あら、こいつ。あ、強い。これ昔持ってたんですけどね、売っちゃったんですよね。ここに来る途中大きな階段があったでしょ。そこからの別の道に行けるんだよ。まあ、これで正面クリアですね。あら、仲間が変わった。街か、これ。あ、街じゃない。敵いるね。敵やね、普通にこれ。街じゃないわ。面が変わると、一緒にいる仲間が変わったりするんやね。あ、これ取れないのか。あ、アイテムっぽいのがあるしさ。あ、戻れない。戻れないのか。あ、踏んでもだ、取り。ボーナスステージみたいなもんか。なるほど。これどっちに行こうか。上に行こうか。あ、上行けないのか。あれ？どっちも行けなかったな、今。あら、ちょっと待って、上も行けないし、あれ、ちょっと待って、どういうことや。上も行けないよな。あ、行けた行けた。やっと行けた。あー、これ覚えてるわ。これ迷うとこじゃなかったっけ？迷う面じゃなかったっけ？あ、これあった。あ、これ勝手にジャンプしなくても登ってくれるんや、ダンは。ああ。歩いてるだけでこれ段数が登ってくれるんや、段差は。
ジャンプしなくたっていいのか。あ、そっか、あそこで落ちるっていうのを覚えとかないかんってことか。じゃないと、同じところ何回もずっとやっとかないかんになるわけ。同じところやもんな、これ。この辺で落ちるんじゃなかったっけ？違った？違うか。ああ、ここか。3番目のとこや。ああ、ここでも落ちるんや。なかなか覚えるの覚えられへんね。落ちるポイントを覚えないため。ここで落ちるんやったな。ああ落ちるって分かってて落ちて、落ちてるからな。ここで落ちるじゃなかったか、この辺で。ここか？ここやったっけ？あ、やっぱそうや。ああ、ここでも落ちんのかい。ここ落ちるんやったな。ああ、全部落ちるんかい、結局。やばいやばい。この辺で落ちるのかな。これ、そーっと行った方がいいね。そーっと、こうやって、うん。で、ここも落ちるんやったよな。これでやっと行けんちゃうの。やっと行けた。ここにある赤い鍵があれば、ボスのところに行けるはずだが、赤い鍵が見つかったかね。ここに入ってすぐの床の上に伏されていると聞いたが。あ、これで、ここはクリアしたってことか。ブリンクってね、アニメがあったんですよね、昔ね。まあ僕見てなかったですけどね、そのアニメは。そのアニメをゲーム化したものですよね、これね。あー、やばい！落ちてもうた。あ、助けてくれた。さあ、これか、青いブリンクって。このペットの名前やったっけ？ペットというか。あ、ここ入るんか。あら、戻れない。そっか、ここで謎やっぱ解かないかんねや、まだ。謎解かないと同じところな、やらないかんわけやからね。ああ、しまった、また落ちてもた。やばい。あと一発かけたら死ぬんちゃうな、ここ落ちるんやったね。ここ落ちなしょうがないんやったっけな。でもここ落ちなしょうがないのね。やば。あ、しまった。ここで落ちたらあかんねんな。やばいな。あ、回復した。ここは落ちなしょうがないな。やば。結構食らってる。ここやったよな、確か。ここで。ここで何か調べるんか。こっち。ここで何か調べるの。だって、調べ方がわからんねん、これ。なんか音がしたな。あ、なんか取ったな、今。
取ったっぽいな、アイテムっぽいな。今の取ったのかな、赤い鍵。さて、ボスがいるところ。赤い鍵っぽいの取ってるね。あれ赤い鍵やね。あれ赤い鍵やね。下にあるやつね。取ってるよね。まあ時間止まったんや。扉入りゃいいんちゃうの。でもボスどうやって行くのこれ。どこにおるのボスは。この上行けないよな。この横も行けないよな。こっちから横も行けないしな。あれどうやって行くの。ここか。ここだけなんか仲間が変わるんですよね。あ、消えた。あれ入れない。こっか。こう見つつもボスのところに行けるの。ボスを倒さないと次の町はいけないから頑張ってね。あ、ここか。そうなんや。ここか。ちょっと待って。こっち行けるようになったけど。この上。こっちか。こっち行けないんや。ボス、結構謎解きがありますよね、このゲーム。強制スクロールみたいなとこもちょっとあるし。こっちが行けないよな。こっち行くためのあれなのかな。道を探さないかんのかな。ここ入るんかな。あれ戻ってまうのか。ここ入ったら。宝箱。どっちも入ったもんな。もしょうがないもんな。ここもう一回行くんか。上の道はまだ行けてないから。
あ、そういえばこの上行けたよな。そうそうそう、これで行けるね。上に行けるんですよ。ここ初めてですね。そういえば今思い出したけど、さっきのね、上行けば上の道行けるようになるんですよ。この道行かなあかんかったのかな。この横がいけないのな。なちょっと待ってよ、ボスが見つからないのね。下行くんかな、下から行くんかな。あれ行けないか、ここも入れないもんね。あ、入れた。あ、これか、ボスってこれのことか。あ、青いブリンコに乗ってる、これがボスか。あ、しまった、食らった。やばいな、ヒットポイントが。あ、壊せるやん、あいつの撃ってくる弾。あ、危ね。壊せるんやん。あー、やばい。あー、あ、回復した。このゲームって、なかなか死なないんやね。割と優しい作りなんやね。回復してくれるのね、死んでも。倒した。これでクリアか、これ一面の。仮面太陽をやっつけるなんて、あんた強いわね。もっと強いのはブリンクの色おかげね。ほうほうほう。やっぱブリンクなんよね、これね。いるからお父さん助けられるかもね。ほうほうほう。はい。お父さんまだ見つからないの。あなたならきっと見つけられると思う。頑張ってね。あ、戻るんや、これ。待って。おう。おお、やばい。やべ。あ、やばい、死ぬで、これ。あ、死んだ。あ、生き返った。すごいなぁ、これ。なかなか死なないゲームなんやね。優しめなんですね。あ、やばいやばい。あ、生き。あ、そうか、これ生き返ってるんじゃなくて残機数なんやね。ブリンクが生き返らせてくれる回数ってことだよね。あれがなくなったらゲームオーバーってことですね。うちの暖炉素敵でしょ。うちに来る人はみんな暖炉のこと褒めてくれるのよ。関係ない話やね。ブリンクの生き返らせてくれる回数がなくなったらゲームオーバーってことですね。そういうことだと思います。難しいな。ちょっと待って、やばいな。回復あるけど。あースライムや。
この影はもう取ったかな。この辺りの宝箱はいいものばかり入ってるぞ。全部開けてみるといい。あ、早、足が速くなった。これでヒットモニとかなくなったらゲームオーバーってことかな。こっちはいけないな。このあの部屋いけないのか。この下はいけないな。さっきピンチになったとこやな。うわむず。ああ死んだ。はい、いや久しぶりにねやりました。なかなか面白かったですね。